さあ始まりました、クラウス3です。今回ラジオを始めることになりました、インドネシアでプロサッカー選手をしている南部健三です。そして MC をしてくれるのは、ジェラート店の経営をしている大滝瑞希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、なんで僕がラジオを始めたかというと、僕本当にうまくいかないことが多かったんで、サッカーも、通して、でいろんな経験をしてきて、でその経験をなんかこう人に伝えられて、なんか少しでもこう勇気だったり元気とかに、知識だったりに変えてほしいなっていうのが一つと、せっかく水木とか小学校からの中 で、でもう一人、今日はいないんだけど、リノさんっていうもう一人のその仲間がいて、このラジオの編集をしてくれる方なんだけど、これからいろんなものを作り上げていきたいなっていうふうに思ったので、早速その第一歩として、ラジオを始めることになりました。で早速なんですけど、今日の第1回目のテーマは、僕と水木がなんでどういう関係なの、っていうところから入ろうと思ってて、今日初めて聞いてくれる人はまず誰ってなるじゃん、だからどういう関係でどういう経緯でこういう風に至ったのかっていうのを、今回の第1回目のテーマにしていこうと思います。はい、確かにね。だってインドネシアのサッカー選手とジェラート店で日本でやってるオーナーなんて普通つながんないもんね。いやもう全くつながんないでしょ。水木との馴れ初めは、小学校の時のサッカーチームの少年団が一緒だったっていうところで、それ以降こうちょくちょく連絡を取り合いながら、本格的にこう頻繁に連絡取り合うようになったのは2020年ぐらいかな、3年ぐらい前。それまでは結構空白の時間みたいなのあったんだけど、それからこう頻繁に連絡を取るようになって、一緒にブラウンドを立ち上げようと思って、立ち上げようっていう話から俺がめちゃくちゃ失敗して結局うまくいかなかったりだとか、いろんなことを、そういう経緯を経て、なんかやりたいねっていうので、その一歩としてラジオをね、今回始めようと。いやでも、確かにそう言われると急に南部から連絡来たもん。そうだったっけ。俺やっぱり昔いじめられてたからさ、南部からさ。いじめてた。そうそう。いや、認めちゃやばいでしょ。いじめてたよ、相当。そうだよね。相当いじめ、だから、いじめっ子といじめられっ子の関係さだっていうことがぜひ分かってもらいたいんだけど。だから空白の時間があったっていうのはもうすごく当たり前のことなんだけど。その間でね、ちゃんとリカバリーしてくれたからこっちはありがたいけど。引きずってもらってたらさ、もう修復しなかったから。うまく言うな。傷癒えてるのはこっちだから。それでさ、でもね、なんか急に電話かなんかメールかなんかしてくれたんだよね。ちょっとあんま覚えてないんだよな。あ、ほんと。で、それで何してんのって話になって、で、今こういうことやってるよって、そうなんだ、みたいな。意外と真面目になんかやってんだね、みたいな感じの話から。なんか今やりたいんだよねとかって言って、その時に、南部がサッカーだけじゃなくて別のところにもこう、目線がいってるっていうことを知って、面白そうって思ったんだよね。深くにもね。深くっていうの。なんか深くにも、またいじめられそうだけど、ちょっと一緒にやってみようかなってちょっと思ったんだよね。そう。で、そっからなんか、コロナもありつつだけど、ブランドもね、なんとかいろいろやって、山あり谷ありで、今なんかこういう形になったよね。そうだね。そう、今思い出したけど、なんで俺が水木に、おもろいなと思ったかっていうと、なんかその連絡を取った時に、水木まだ植物の店で働いてて、で、今何してんのって話をして、ちょっと深く聞いたら、植物をある芸能人の家に、売ってたみたいな、ちょっとクレームが入ってその芸能人の家に謝罪しに行ったみたいな。でそこでどういう謝罪したのって土下座したって言ってて、でその芸能人土下座させんのみたいな。全然テレビの印象と違うってなって、いや面白いなこいつと思って、お前俺いくらなんでもいくら多分店で働いてても土下座まではできねえよっていうところで、なんかお前こういや別に土下座して許してくれるんだったらいいよみたいなスタンスだったから、うわそのスタンス俺にはないなと思って、これはちょっと面白いって思ったのがきっかけだった。確かに。いやあのね、南部健三、健三南部辞典には土下座って文字はないでしょう。そうだね。だからびっくりして、おい、するんだ、土下座、本当に。
まあまあ、俺からすると、あの人土下座させるんだと思ったけど。ああ、なるほどね。まあ、それは俺にはさ、わからないビジネスがあるからさ、うんうん、お客さんとの関係だから、うんうん、そこは一概に言えないけど。あでも、例えばなんか覚えてることある？その昔の俺と水木の出来事で。いや、だから、簡単に言うと、はい、今から試合ですと。なんか大会の試合で、うん、で、うん、おい、水木って南部が言って、何？って言ったら、お前、二点取んないとぶっ殺すって言った。だよね。ああでさ、俺って、その少年団、小6の時に入ってるんだよ。そうだね。そうそうそう。そうだから、うん、別に南部との関係性だって、何年も小1から一緒とかそういうことじゃないのね。うんうんうん。うん。まだ数ヶ月の入りたての少年なのよ。そうだね、もう残り1年切ってから入ってきたもんね、うん、そうで小1とか小2からキャッキャキャッキャ兄弟のように育ってきたわけではなくて、うんうん、普通に王様がいる世界の中に一般庶民が入り込んでしまってなぜか同じユニフォーム着させられてる状態だったのねうんうんうん、うん、でそれで王様にさ2点取ってこないとぶっ殺すって言われた時にはこれは怖いよでも顔洗ってたでしょ絶対めちゃくちゃキレてたよいや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 。この人試合前からなんでこんなに人殺しの目してんだろうと思ったもん。いや俺は勝ちに行ってたからだと思うよ、本気で。やっぱそこの勝負師みたいなところと譲らないところは今も変わってないね。いやだってさ、まあ俺は、だから水木は西八っていうその、うん、まあまあ、小さいクラブの、うん、小さいコミュニティにしかだったじゃん、うん、サッカーはね、うんうん、でも俺はありがたいことにその、うん、先発だったりとかさそういうので、ねうん、こう日本全国回らせてもらったじゃんう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 ん、うん、でそこで会う人会う人がもうみんな俺よりも、うん、もう上を走ってる選手なわけようんうんでやっぱ自分のチームに戻ってきた時にどうやって彼らに追いつき追い越すかっていうところを考えるじゃん、うん、自然的にうんうん、うん、だって負けたくないんだから、うん、同じ学年のやつらにさうん、うん、ってなったらうん、俺らはさ1週間の中に土日しか練習取る試合ないし、うん、しかもその時間も限られてるから、うん、いかにその平日で1人でやる練習の時間と、うん、土日のみんなでやる練習の時間でどれだけ自分を成長させるかにかかってるじゃん、うん、はい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 ってなるともう試合に勝ってその中でじゃあ自分がどういう結果を残せて、うん、で勝てば例えばじゃあ次の試合ができたりとかトーナメントだって上に上がれたりするわけじゃん、うん、負けたらそれで終わっちゃうわけじゃんうん、だから成長するためには一つでも多く試合をこなしたいわけでしょうん。だそこに多分めちゃくちゃ多分ハングリーだったんだと思うよ。うん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 。確かに。それはやっぱ自分でもめっちゃ思った。うん、だから今思えば、それが変な風に空回りして、本当周りの人たちには申し訳なかったなと思うけど、ただやっぱその時は俺なりにはマジ多分必死だったのは覚えてる。うんうん。なるほどなるほど。そんなね、時から、一緒にいて、まあもちろん中高、大学とかの年代は含めて、一緒にもいなかったし、うん、まあね、サッカーも別にね、小学校の時以外は一緒じゃないから、うん。そう、あれなんだけど、なんか俺の中でこのラジオを通して、すごくこう、うん、自分に対して、やりたいなって思うことは、うん。まあ、せっかく小学校から、関わって一緒にいて、で、今こういうお互い違う立場だけど、いろんな話を喋れるっていうところからすると、南部が今はサッカー選手をやってるけど、その先の将来っていうのはいくらでもあるわけで、うんうん、そこもフォーカスを当ててる南部っていうのも、このラジオにこれから載せていきたいし、うん、いろいろ喋ってほしいんだよね。うんうんうん、そう、そう、ね、そう、その時の、やっぱ行く末を、今度はサッカーじゃないけど、見ていたいなって、そこにサポートできる存在でいたいなってすごく思って、このラジオを始めようって思った。うん。まあ、俺も近いものがあって、うん。じゃあ今具体的にサッカー終わった後、これをしたいっていうのはまず正直決まってなくて、うん。ただ、やっぱサッカーを通して経験したことっていうのは必ずそのサッカーを終えた後でも生きてくると思う。てか生かせると思う。うん。てか生かさなきゃいけないと思うんだよ俺のこの経験っていうのは、うん、そう、それでやっぱりサッカー選手とか、うん、同じ共通点の人とこうラジオやるんじゃなくて、うん、俺とこう結構、まあ、真逆って言ったらあるかもしれないけど、うん、かけ離れた生活とか、うん、かけ離れた仕事をしてる水木と、うん、一緒にラジオをしていくことで俺の引き出しも増やせるし俺が、うんうん、
俺の経験も伝えられるし、うん、こうお互いがウィンウィンな状況を保てるかなって思ってて、うん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 、であと俺とその水木ともう一人、今日はいないんだけどリノさんっていう編集してくれたりとか、うん、俺らに的確なアドバイスをしてくれる人が3人、あ、もう一人で、うん、3人体制でこのラジオやっていくんだけど、うんうん、そのリノさんも含めて、うん、やっぱいろんな新しい発見だったり気づきを俺に与えてくれるから、うん、まあ、この3人で、うん、あの今後ね、まあ、俺も含めてニノさんも水木も、うん、あの成長していく姿だったりだとか、うん、何かをこう作り上げていく過程を、まあ、このラジオを通して発信していきたいなっていうふうに思うんだよね。うんうんうん、本当にさ、もちろんさっき言ってるサッカーだけじゃなくて、うん、なんか今こう思うんだよねっていう南部の感情とか、うん、あのもう全然違う角度の話も南部目線で、で我々視点でちょっと話を進めていければなって思うので、うんうん、そうだね、ちょっとこうせっかくだったら自分たちが一番楽しいラジオにしたよね。いやー、まさにそう思う。うん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 、やっぱ特にさ、俺は SNS とかではさ、こう自分を作ってるというかさ、うん、SNS 上の自分像みたいなのがあるけど、うん、やっぱもう少しこう入って自分のパーソナリティだったりとか、うん、まあ、水木が俺のパーソナリティを引き出してもらったりだとか、うんうんうん、それもっとこう見てくれてる人たちにこう親近感が湧くような、うん、自分を出していきたいなとも思ってるから、まあ、そこはもっと水木の腕次第。いやー、急にまたいじめっ子スタイル出したね。もうそこは俺に俺一人じゃできないから、ちょっとできないことは人の手借りたいから頼むわ。うんうんうん、いや、楽しみだね。うん。俺も頑張ります。で、そんな中でさ、ね、早速、リノが、こういうコーナーどうですか、うん、っていうコーナーをやってくれたじゃん。うん。うん。それが、一個こう、南部の新しいパーソナリティの側面を引き出せることにもなるかなと思ってて。ああ、いいね。そう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 。それ、どうする？もうやっちゃう？まあ、これ、完全に俺の、あ、いやいや、ごめん、進めていいよ。OK。え、いいよ、なになに？逆に今の知りたい。いや、完全に俺の思考で答えるよっていう話。ああ、もちろんもちろん。誰かにどう思われてるとかいうのは全くなしで自分の思考で答えるから。うんうん、もうもちろんもちろん、うん、それがいいと思うんだよね。やっぱりこう、うん、忖度してる南部は見たくないんじゃないかな。多分しようとしてもできないと思うから、そこは大丈夫だと思う。いや、ただとりあえず行こう、そのコーナーを。okay、了解です。じゃあ参ります。ヤフーの知恵袋に勝手に南部が答える質問コーナー。いやー、いいね。じゃあ今回は特別2つ質問しようかなと思って。イエス、オッケー。うん、オッケー。はーい、読みます。失恋して死ぬほど辛いです。どうしたらこの辛さをなくすことができますか？あー、まあまあ、多分言うほど死ぬほど辛いことは多分ないと思うから。だからもう一回、この世に、ああ、この世に死ぬほど辛いっていうことはないってこと。うん、ないんじゃないかなと思うから。まあ、失恋の仕方によるけど、うんうんうん、もう一回それだったらいろんな遊んじゃえばって思う。お、遊ぶっていうのは、だから遊ぶっていうのはその例えばさ、こう危ない遊びとかちょっといけないなって思う遊びじゃなくて、うんうん、失恋したからこそできた時間で自分の趣味に、うん、いっぱい時間使うとか、うん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 、今まで見てこなかった、例えばじゃあ俺で言うとサッカーばっかやってたけど、例えばコンサートに行ってみるとか、例えばスキーやってみるとか、いろんな今までできなかったことあるじゃん、うん、でそういうことに時間を費やしてみるとか、うん、でそういうので趣味が増えたら、趣味の共通点が増えたら出会う人も変わってくるじゃん、うん、でそこでまた新たな人に出会うかもしれないし、うん、暇がありすぎて考えることが、あ、暇がありすぎると考えちゃうことが多くなっちゃうから、うんうんうん、それを忙しかったりとかすると、やっぱ自然的に忙しい時ってその人のことを考える時間とか減るじゃん、うん、だからあの自分をこうアクティブに生活して、うん、いろんな遊びをしてみたりとか、うん、いろんなところに行ってみるとか、うん、いろんなものを食べてみるとか、うん、今まで一人二人だったら、彼氏がいた時になったらできないことを、まあ、彼氏、うん、彼女がいた時になったらできないことをちょっと自分でアクティブにやってみる。なるほど。うん。が南部の個人的見解だね。うん。ああ、いいね。まあ辛いと思うよ。それは失礼だから、うん、死ぬほど辛いってことはないと思うから。
その切り方は面白いね。うん、俺一回さ、うん、事故になったことがあって。おう、何それ初耳かも。まあ、深くは話せないんだけど、うん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 、もう本当にもう、本当にちょっと間違えてたら多分死んでたなっていう事故だったの。うんうん。その時に、うん、まあ、走馬灯まだいかないけど、あ、本当になんか一瞬時が止まったような感覚だったの。うん。でその時に、うん、その時のこと思うと、うん、マジ多分何も、その死ぬほどってことは多分ないと思うの。どんなに辛くても。ちょっと笑ってるのは何なの？いやだからそれはその事故った経緯が俺のミスだから、俺が解説、うん、俺が悪いから、うん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 、あれだけど、うん、うん、だからね、俺だったらそう答えるかな。なるほど。だから結構ギリギリその死ぬっていうところにナンバー直面して、うん、そういうのに比べると死ぬほど辛いってことは失礼はないんじゃないかなっていうことでね。まあそうだね。だから俺はなんかそのギリギリのところに一回経験したことがあるから。なんかその時怖さとかなかったの、なんか、うんうんうん、あ、もう、あ、死んじゃうなっていう感覚だったの、本当に。はい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 。で、なんか、なんていうのかな、一回死を見たまではいかないけど、うん、だから、その経験を踏まえると、うん、うん、なんか、そんな、なんか死を考えることって多分、ほんと辛いことって、あんまないと思うの。うんうんうん。そう、だったらアクティブに生きろよって思う。はい。面白い、うん、俺このコーナー好きだわ。なんか俺このコーナー好きだわ。面白い。人生を楽しむコツはありますか？あ、なんかすっごいシンプルだけど、これ逆に南部の答えがありそうで面白いなと思った。なるほど。俺じゃこれもう俺が意識してること言うわ。もちろんもちろん、俺は人生を楽しむためにマジで自分を信じてる。おー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 おお。まあ何かっていうと、まあ、サッカー俺やってるからさ、うん、まあ、サッカーが職業だけだから、うん、やっぱ常に結果を求められるじゃん。うん。でもちろんパフォーマンスがいい時もあれば悪い時もあるし、まあ、そもそも俺が納得できるパフォーマンスを出したことはないんだけど、うん、でもちろん批判だって食らうし、うん、でその時にやっぱさ、まあ波はどうあれ自分に対してこう悲観的に思っちゃうことなくはないわけ。うん。でもやっぱり結局そんな時ってマジで自分しか信じてあげれるやつってマジでいないから、うんうん、だからやっぱ本当に自分はできる、自分ならできる、じゃあできるためにこのぐらいやれることをやるとかさ、うん、自分を信じて、うん、もう最大限の準備をし続けることしかないかなと思うから、うんうんうん、うん、でそれをやっぱできれば結局できなかったとしても別に後悔がないわけ、うん、もうこれだけやったからって自信持って言えるし、うん、だその状態を自分で作り上げていければ、うん、結果が良い結果が出ようと良くない、あ、自分が満足できない結果が出ようと、うん、そこに多分一喜一憂することないから、うん、どんどん次次次ってなるから、うん、そうすると次がこうしたいっていうのがあればさ、そこに向かってまた準備できるじゃん、うんうん、そうするとなんか楽しくなるんじゃないかなと思って、うん、まあ、俺はマジひたすら自分を信じ続けてるけど。これじゃあさ、それってちょっとこう南部のすごくこう根っこの部分の信念に近いと思うのね。うん。そう。じゃあ誰かが、こんな今私人生なんですけど、僕人生なんですけど、もう少しなんか楽しむコツ、うん、簡単なパラパラっとしたスパイスってありますかって言われたら何？ああ、もうだから意識的にやっぱ笑うこと？おお、南部が言いますか？俺がだってそれを意識しなきゃいけないなと思ってることだから。ああ、なるほど。そう、俺もなんか、だからさっきも言ったけど、うん、やっぱサッカーの自分のパフォーマンスで、うん、少なからずこう、自分の気持ちの波っていうのがあるんだけど、うんうんうん、良くない時に限って、やっぱこう、人間で自然的にこう内に秘めちゃうというか、うん、こう笑顔が少なくなったりするんだけど、うんうんうん、そこで別に空元気でもいいから、結構一緒に喋ってみるとか、うん、わざと笑ってみるとか、うん、なんかそういうのしてると結構なんかね、相手の人の表情も変わったりとか、うん、自分だけじゃなくて対人の相手もなんかこう変わってくるわけよ、うん、で相手がこう明るく接してくれるとか、自然的に自分も明るくなるじゃん、うん、だそういうなんか循環ができてくると思うから、うん、
なんかいきなりバンって変わることないわけよ多分、うん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 、でもそういう風に自分の周りだったりとかを少しずつ変えていくことによってなんか自分の人生も楽しくなっていくかなって俺は思ってるから、うん、まあ、俺もできてないんだけど、そういう時できない時あるんだけど、うん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 、まあ、だからそれは意識してるかな。スーパー社交的ではもちろんないし、ないでも内向的だっていうわけでもない南部だけど、うん、まあそのマイワールドというか我が強い南部だから、うん、こうずっと笑顔振りまいてみたいな人ではないなって思ってたけど、そんな南部でも笑顔を心がけてるんだ、うん、最近は楽しむコツとして。そうだね、だから自分に聞かせてることではあるね。それもなんかすごい面白いね。まあやっぱりちょっと勝手に自分でそういう空気感を作り出しちゃってるなってこと感じることあるから。うん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 。すっごいあった小学校の時。でしょ？だから小学校の時イメージして、うん、俺がそういうのだったから、うん、みんな寄ってこなかったじゃん。寄ってこなかった。だからすごい壁があったわけよ正直。あったね。俺はねそう感じてたの。うんうん。でも俺がもう少しこうなんか笑顔だったり、もう少しこうなんていうかな、入りやすい空気感を出してれば、もう少し距離感が変わったと思うのね。少しでもこう自分から笑顔でいる、うんうん、っていうことが大事かなと。うん、確かに。あの人生を少しでも楽しくする方法の一つが、うん、笑顔だと俺は思います。そうだね。なんかこう俺は自分に言い聞かせてます。ちっちゃい頃に振りまいてこなかった南部だから、笑顔っていうとすごい俺は。逆に妙な説得力があるなって思うね。そうで、今でも自分に足りてないっていう風に思ってる場所だから、ところだから、なるほど、なおさら笑顔は大事かなと、はいはいはい、ああ面白いな思います。こういう感じでね、ちょっとあのヤフーの知恵袋のある質問を勝手に南部が独断と偏見で、うん、答えてみたっていうコーナーは結構俺個人的に好きだから、いろいろ続けていきたいと思ってます。まあ、第2回目以降もこういう風に何かテーマを取り上げて、はい、まあ、僕と水木と、はい、たまにリラさんも含めて話していければなと思っています、うんうん、でなんかこうやっぱラジオを通してね、うん、あのまあ、何より俺らが自分たちが楽しんでやっていきたいなっていうのと、うん、まあ、せっかくだからね、こう聞いてくださる人に何かこう伝えられればなっていうことと、うんうん、あとはやっぱラジオを通して自分たちがね成長して いけたり、まあ、知識だったりをね、うん、増やしていって、うん、今後に役立てていければなというふうに思ってるので、はい、まあ、とにかく楽しくやっていきましょう。はい、楽しみ。まあそれではじゃあ今回はこれで終わりということで、はい、今回もクラウド3を聞いてくださり、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみにクラウド3の意味というのは、うん、どこかのタイミングで話します。そうだね、そうしよう、そうしよう、そうしよう。これ絶対聞きたい人多いから、ね、そうだよね、何ってなるもんな。何ってなるから。オッケー、じゃあ今日はこの辺で終わりにします、はい、今回は聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。